怪物を攻撃しろ。 する続報です。飛行物体が目撃された地域ではモンスターが出現しているようです。モンスターの全長は10メートルもあり、凶暴で人を襲うこともあるようです。今後の報道に十分に注意してください。 塔が市街地に落ちたら大変な被害が出るぞ。被害どころか街がなくなっちゃう。一体何がどうなってる。俺たちは何と戦っているんだ。テロリストなんてレベルじゃないぞ。俺たちは国家レベルの敵を相手にしてるってのか。これは世界大戦だ。 来週には海外のはずだったんだ。俺は運が悪すぎる。そうとも言えないぞ。欧州の友人から連絡があった。マルセイユ基地が船体の怪物に攻撃されてる。怪物に襲われてるのはここだけじゃないってんだ。よくやった。大阪にも怪物が出たらしい。 UFO の大群も目撃されてる。情報が錯綜してる。デマを広めるな。冷静に対応するんだ。おい、全ての怪物を倒せ。一体誰とも残してはならない。この方はどこから来るのか知りたい。巨大な円盤が落としているらしい。それ以上は分からない。円盤だと。 上を見ろ。塔だ。ここに落ちてやがるぞ。数が多すぎる。この基地はもうダメだ。基地を放棄する。直ちに撤退せよ。逃げるぞ。いや、逃げるぞ。ついてこい。安全な場所まで連れて行って。